改めてこの僕の力を世界に見せつけるとしよう。さあ会場の皆さん、お待たせいたしました。第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会、さあ彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。小学生カートジャンプ、トドロキサトル、マイティギアーズ所属、ラインボールジュニアチャンピオン、そしてマイティギアーズの所属エディ小林、中部エリアからの参戦だ小池伸びる、ピンクリップスからの参戦女性ファイターアイダー小梅、ギアマスターの称号を持つ少年、ファイターとしての腕もトップクラス、陣恭介、驚異の VT シャーシを持つ外気、それを操るファイターはこの人、万願寺たけし。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む。激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。さあこのファイトは溶岩リングでの戦いだ。グリップ力は倍化するがスピンには向かないぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっとギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。自分自身の能力を確認するようです。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。この僕と戦えることを光栄に思ってほしいな。どちらが強いか勝負しましょう。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。
ンジたけし。これが万願寺たけしの力だ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっとギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。相変わらずのようだな。ギアに頼る戦い方は。コケにしたらどんな目に遭うか思い知るがいい。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。でーいけー。カスタマイズの腕は一流でもファイターとしては二流だったか。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあ
もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。マイティギアズの実力見せてもらおうか。この舞台であなたと戦えると全力でファイトしましょう。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。気を止めるとは受け止めた。正面攻撃だ。逃がすか。立つんだ。動きを止めるとは受け止めただと。くらえ。バカな。なかなかの腕だ。スカウトしてきた甲斐があったな。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。
両者リリースゾーンへと歩み寄った。僕に勝てるかな。手加減はしないわよ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。これが満願寺たけしの力だ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。ファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。おっと今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっとギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。マイティギアズの実力見せてもらおうか。ここらで俺の本気を見せておくのも悪くない。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。
なかなかの腕だ。スカウトしてきた甲斐があったな。そしてこの勝利で決勝進出が決まった。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。さあいよいよ決勝トーナメントの始まりだ。勝ち残ったのはこの4名。スクリーンに注目してくれ。正体は不明だが実力は超一流、謎のファイターユウヤ。まさに一流ファイター。危なげなくここまで来たぞ、万願寺たけし。ここまで勝ち残った実力は本物か、マリノ光也。やはりファイトの腕は超一流、ヨーロッパチャンピオンハインリヒ・ガンク。優勝を目指しこの4名がトーナメントで激突する。決勝1回戦は厳しい予選を勝ち抜いたこの2人のバトル。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっとギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。この僕に勝てるつもりか。いいだろう、相手をしてあげよう。ラウンド1ギアファイトセットアップ、レディーゴー。でーい、
正面攻撃だ。逃がすか。この程度の実力か。期待外れだったな。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。この僕に勝てるつもりか。いいだろう。相手をしてあげよう。ラウンド2ギアファイトセットアップ、レディーゴー。
度の攻撃でやられるか。行け。覇王昇竜撃。だから二流だというのだ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。いよいよ決勝だ。勝ち残った勇者はこの2人だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。相変わらずだなマリオ。どこまで強くなったのか僕に見せてもらおうか。マンガンジ、お前は俺が倒す。ラウンド1ギアファイトセットアップ、レディーGo! いけ!パパフェニックス!
三眼寺たけし。これが満願寺たけしの力だ。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。僕に勝てるかな。俺だってギアファイターだ。負けるもんか。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。したことだ。会場の明かりが全て消えてしまった。俺と勝負だ。おっと、謎のチャレンジャーの登場だ。あなたはマリの優也。これは夢なのか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。
両者リリースゾーンへと歩み寄った。マリノユウヤ、やっとあなたと戦える時が来た。勝負だ。力をつけたようだな、マンガンジ。だがチャンピオンの座は軽くはないぞ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。デイケッガルダイーグル。ギアファイトができた。これで俺が思い残すことはない。これは夢だったのか。しかしギアファイトの感覚は確かに本物だった。